ユーリノサウルスは中世代ジュラキ前期とアルシアンにヨーロッパの海に生息した魚流の族、イングランド、ドイツ、ベネルクス、フランス、スイスから化石が発見されている。全長6メートルを超え、魚流としては大型の部類である、ユーリノサウルスの生態復元。上顎が伸びている、頭骨以下のクラドグラムは2015年の真っ暗の分析に基づく。 ユーリノサウルスは基本的な魚流の形態に従っており、卓越した背びれと垂直方向に備わった半月状の尾びれ、一体の胸びれ、尻びれを持ち、体型は防水型で、目は巨大だった。ただし大きく異なる明確な特徴もあった。上あごは下あごの約2倍の長さを誇り、微細な歯がまるでノコギリの歯のように上向きとした向きで垂直方向に生えている。 当然、ノコギリエイの横に突出した歯とは形質をこととする。長く伸びた、噴部は、接触のために、ノコギリエイと、同じく海底近くで左右に振って、海藻や、海底堆積物の探索に用いられた可能性がある。他、メカジキや、バショウカジキなどのように獲物を出して失神させる、ことに用いられた可能性がある。新 同様の構造が発達している。極めて近縁な属であるエクスカリボサウルスはかつてユーリーノサウルスの死のニムとされていたが、ユーリーノサウルスの前足が細長いことや体型が重厚であることから二属は分割された。また、上顎と下顎の長さの比率もユーリーノサウルスの方がより顕著である。ありがとうございます。